待って、ちょっと待って、なんて素敵な世界なんだろう、なんて平和なんだろう。ゲストでネズミアンのお二方に来ていただきました。まあ、知ってる方も知らない方もいらっしゃると思いますので、うん、ちょっと自己紹介みたいなものを。やっほー、エリカアイタム、エリカでアイタムです。はい、エリカさんとアイタムさんで、エリカアイタムさん、アイタム。今回はゲイとレズビアンの方々となかなか交わると言いますか、いや交わってはいると思うんですけども、世間的になんか、ゲイはみたいな、レズビアンはみたいな方もいらっしゃると思うんですよ。あくまでもですよ、私たちの個人的な意見とか個人的な話なので、全てのゲイと全てのレズビアンがそうではございませんっていうことは、これは本音させていただきます。私たちの独断の偏見でイメージ的なものを赤裸々に、もしかしたら喧嘩するかもしれませんが、確かに、あーやだー、言い合いをするかもしれませんが、ゲイとレズビアンのこういうふうにお互いがお互いの話をしていきたいなと思いますが、これがね、もう私も早速気になっているものがございまして、はい、私で早いな早いよ早いよ、もう距離感がここにできてるんですよ確かにね、まあそれはちょっとこっちのね、この構成っていうのもありますけどもっとこっち来てほしいよね二丁目っていう同じ町にはいるんですけど、なんかその距離感がね、うん、あったりとかしますよね。使うかな、そう、たくさん動くかなって本当にでもそういうイメージがちょっとあるんですよ、なんとなく。それはあの立つやがっていうよりは、あのゲイの方がっていう感じですか。動きちょっと大きめですね。あ、でも確かにそうかも、ゲイだからちょっとここ動きたいかなと思って。あ、なるほど。一人一人分、新宿二丁目とかで飲んでたらゲイの方々と絡みます？なんか結構ゲイはゲイのお店に行ってて、レズビアンさんはレズビアンさんのお店に行ってて、ショットバーとかあるじゃないですか、二丁目とかでは、とかそのクラブとかではもしかしたらこう交わることもあったりもするんだろうけれども、その飲みの場ってなってくると結構なんていうの、ね、違う畑みたいな。そう、なんかね、同じ2丁目ってとこにはあるけど、ちょっとなんか違う、離れてるっていう感じがしますよね。なんで飲んだの、なんで、なんででしょう。お二人は一緒に飲んだりします、あのゲイの方と。うん、うん、私のマブの友達はマブマブあぎゃマブは、そう、その子にちょっとこっちの店おいでよみたいな感じで、あ、ゲイバーの方に来ますけど、本当うちら二人、まあ、それ以外はもうあまり見かけない、入った瞬間のさあ、でもちょっとありますよね、きっと。現役で2丁目で働いてますけど、僕のお店は結構女性の方がもともと結構来るんですよ。なんであんまりないですけど、あんまり来ないお店だったらありますよね、多分女性の方が来られる、女の人来たね、みたいな。あ、そうなの。その嫌だとかではなく、多分珍しいからこそ一回うんって入るというか、絡む時はでも他の人たちはないかもしれない。あ、うん、でもそうか、本当にないかも、うん、道端とか別だもんね、二丁目内に歩いててもこう交わらない、うん、あー、でもなんか私は全然声かけられないんですけど、こういう何の私めっちゃ声かけられないんですよ、かわいいじゃん、かわいいかわいいみたいな、この後行こうよみたいな、おつや男の子だと勘違いする、いや、じゃない時もありますね。へー、あのなんか FTM ゲイさんに間違えられるみたいな、あらいけるでしょみたいなとか、うんうん、じゃあ FTM ゲイに持ち帰られるんだ。そう、多分。でもこれってさ、ゲイとかレズとかさ、そのさ、なんて偏見とかさ、マイナスイメージを持ってる持ってないの話とかじゃなくて、これもうまずもう人間性の問題から始まるのかなと思います、うんうん、まあそこはあるよね、でもね、うん、私ね、一回ね、あの営業終わってすき家を食べてたのよ、うん、2丁目にある、結構もう2丁目で働き始めぐらいの時だったから食べてたら、横にこう、あのレズビアンさんの団体の4人ぐらいの方がいて、うんうんうん、で、なんかわーって話してたから、まあなんかちょっと話してたら別にちょっとなんかチラって見ちゃうことあるじゃないですか、うん、その時に、うん、何言ってんだよって言われて、でも超わかる、わかります、わかる、そういう人多いよね、あ、多いの、多い、そこでちょっと、えってなっちゃったことがあったんですよ。え、こういう見た目でした、こういう見た目ですよね、大一種の方で、
先立っちゃう人のことをなんかイキリボイって言うんですよ。イキリボイ、イキリボイっていうレズビアン用語であるの。チェックって言ったらボーイッシュじゃないですか、うん、でこれが見てんじゃねえよとか、これがついてたりするが結構多くって、男イコールちょっとヤンキーって思ってらっしゃる方というか、有志向になっちゃってる方たちがいてを、うん、私たちはイキリボイって全然言うんですけどそれがなぜ多いと思うのかな。多いっていうことは結構見ると思うんだよね。いや、うちらも聞きたいよね。私たちも知りたい。普通にちょっと怖かったもん。だからいや、そうそうなんですよ。レズミアンさん、みんながそういうことではなくて、そういう方もいらっしゃると、そういう方もいるし、多分イキリボイっていうことは多分みんな知ってる、っていうことは多分レズミアンさんではなんかレズミアン業界だとイキリボイとか、あとなんだっけ最近学んだ言葉、ジャリボイ。ジャリボイ、それはジャリボイはイキリボイが進化して進化してじゃあ究極ってこと、ジャリボイがイキリボイになってるんですよ多分。ジャリボイって言葉がイキリボイに変わったってことだっけ。でもまたちょっと畑違うみたいで、でもジャリもいるんだよね。そう、ジャリもいるんですよ。でも基本的にはイキリボイ、イキリボイすごくないですか、あのレズビアンさんの世界で。だってフェミシャチとか、うん、種類すごくない、結構カテゴライズされちゃってます。なんで多いんですかね。だから男の子になりたい系の、うん、男になりたい系の感じの方は、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って男性イコールも強い男っていう、多分それ強いとまた別じゃない、強い男イコールちょっとやんちゃやんちゃイコールなんかちょっとヤンキー系っていう、まあ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 、感じになっちゃうんだじゃない。あ、そうなの、うん、私たちのことも怖いよね、そしたら ね、こんなね、私たちって言っててさ、急に怒ってたりの、うわっすぐ怒る、怒ると男出ちゃうからな、うんうん、だからその男性のイメージもこう誇張して、たぶんだから私たちみたいなもんなのかな、ホゲみたいな、ホゲっていうのがその逆に私からちょっと女性らしいおねことばみたいな、それです。でも多分そうってことよね。それの逆版がイキリボリ、今みたいに YouTube とかやる前は2丁目に行ったら大体そういうイキリボリにもうめちゃくちゃ絡まれて、うん、見てんじゃねえよとか、トイレ行くときになんか邪魔とか、なんかそのレズビア同士でもあるんだ。そうなの、こういう見た目でなんかちょっと派手でなんかタトゥーとか入ってると、うん、もうロックオンされるんですよ、うん、学生時代あってこうやっちゃってた同士がお前まで調子飲んでないよみたいな。でもそれがビアンバーってすごい多くって、逆にその私たちがそのアイちゃんのゲイの方のとこに連れてってもらった時に、なんて素敵な世界なんだろう、なんて平和なんだろうみたいな、なんかみんながこう歌って楽しく飲んでラブってこうなるじゃないですか、なんかはいはいはい、はい、すぐハグしてくれて、うん、ラブちゃんみたいな、うん、なんて素晴らしい。逆にそのビアンバーってそんなに殺伐としてるんですか。なんか殺伐ってそういう時も多いんです、本当に多い。はあ、そうなんだ。あとなんかでっかいグループっていうかドーンって感じなんですよ、うん、楽しみ方が、うん、うちらなんかこうそう、こっち丸がこういっぱいあるんです、いっぱいあるんです丸が。あー、なるほど、バーのちっちゃいバーの中で。じゃあ例えばさ、アリューロとかさ、飲み歌とかもし、うん、あったとしてこうやって回したりとかもしない、まずしないんじゃない、そういうの。そのグループが1個持ちます、1個持ちますね。じゃあもうその場だけで全体にあのなんていうの、こういう風になんていうの影響とかしてくるわけでもなく、本当に過去でみたいなポンポンポン、なんならなんかこの歌入れたの誰みたいな、マジで出現です、下手くそが歌ってんじゃねえよみたいななんかあるんですよ、歌ってたらこれ誰、ああみたいな、怖っ。へえ、あ、私これだと思うでさ、みんなで仲良くワイ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 しようとするタイプじゃない、うん、もうないもう、うん、いやもうない、うん、はい、歌ってたら「でもじゃあ歌って」みたいなとかあったりとか、え、知らない人、知らない人のちょっと隣になった人に「すいません」みたいな、でゲームとかもし始めたら「やります?」みたいな、「一緒にやろうよみんなで」みたいな感じ、ない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 、だからそれがすごいいいですよね、っていうのはもう本当にないんだ、もうほんま行ったことないと思いますね、潜入してほしい、本当に。じゃあお店でのそういう出会いもないってことですか。出会いはしてるんですか。はしてるんだ、だからでも興味があった人にだけ喋りかける、そうですね、あとトイレの時、トイレ、あ、狙いはトイレ狙いはトイレ、女の子トイレ長いんで、はいはいはい、もうすごい列になるんですよ、こうじゃあ3人挟まれたら、うん、じゃあ自分がこう気になってたらなんか、え、今日どこから来たの、そうトイレでようやく輪から外れるじゃないですか、トイレ、はい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 、外れたからちゃんと喋れるから、でもその輪の中にはこうやってねえねえっていけないんで、怖すぎて。これさ、同じ2丁目にいてもさ全然違うね
本当に。だからあっち行くとき本当に楽しそうだなって、うん、超楽しいですね。宇多田さんとかみんなで歌っててなんか何この平和な感じと思って。逆にトイレはゲイバーはもう出てきたらなんかすぐもうあんたちょっと長くなかったみたいなあったわけよ。ない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 これないです。バチバチすることがないよ、うん、ごっくんまれにそういう風に言ったりする方ももちろんいらっしゃるとかしますけれども、そこは人間性でね。まあまあそうなんですけれども、可愛い子とかトイレ行くと絡まれちゃうから長いんですよ、帰ってこなくて。ああ体験談としてレズビアの方にちょっと強く当たってくるようなイメージで、ゲイの方は嫌いじゃないのに逆に嫌いなのかなって、ああね、思った。その思う時もあったりもしたのね。別に何もしてないし、しかも何だってゲイバーなのよとか思ったりもすることもあるのよ。そういうイメージとかが多分出てくると、説としてゲイとレズビアンは何か悪いんじゃないか説みたいなのが出てくるわけよね。逆に観光のレズビアンバーとかっていうのある？観光ってそのノンケさんも入れて、うん、その男女が入れるみたいな。え、うちの中でそれがゴールドフィンガーの、ね、ゴールドフィンガー。でもそんないらっしゃらないですよね、あの女性の方が多いです。女性の方がレズビアンが多いですね。男性が入って大丈夫な日でもなんか男性が入れてやっぱノンケみたいな、うん、なんか空気感を出してますね。だからさ、多分きっと私たちがねレズビアンバーさんに行かせていただいて、うん、こういう風にホゲーでキャッキャッキャッキャやってたら結構お門違いなのよ。なるほどね。やってみてほしいですけど、ガンガン行ってみてほしいですけど、それ面白いよね。逆にどうですか、今度一緒にレズビアンバーに行って行きたい行きたい行きたい、で、あの空気を鑑賞してる、うん、あと言ってたのってこういうことかってなんかなる。ちょっと一軒飲んでからでいい。ちょっと調べればきつい。ただそこの場を別に嵐にはしに行かないよ、うんうん、もちろんもちろん、うん、普通にと楽しむあれだね、うんうん、そして多分この調子だから私たちはさ、うんうん、じゃあ逆にレズビアンさんたちはゲイバーには別にあの行きづらいなって思うことは別にない？例えば2人でじゃあ行ってみようかってなっては行かないですよね、うん、いやその一緒に行ってくれるゲイの友達がいないとどこ行ってもいいか分かんないし、店も分かんないし、行ったところで多分これ本当そうだね。私たちも多分レズビアンの人がいないと、友達がいないと多分行かないと思うし、うちに来てくれる子もそう、最初ゲイの方と来てその後でもね、あのレズビアンの子だけとかで来てくれたりとかするけど、逆にロンゲン女子とかって来るんですか？ガンガン来ますね。まあ、ロンケの女性の方来るじゃない、うん、なんかだってレズビアン友達と一緒にロンケの友達、うんうん、もう一緒に来たりとか、ゲイバーに来る女の子とかも行ってみたいんだよね、どこなら行けるとか質問結構来るし、だからこんなにこういう風に話すことがねそもそもなかったから、うん、あ、そうなんだと思って。本当本当、でも友達以外のゲイちゃんたちは初めて。ゲイちゃん嬉しいな、とりあえずゲイちゃんだもん、ね、そう、確かにそれかわいい、ゲイちゃんって呼んでほしい、うん、ゲイに対してのイメージってどういうイメージ持ってんのかなっていう。私めっちゃカミングアウトしない。あーあー、これ超話したかったんですけど、なんかビアンの方ってカミングアウトめっちゃしたがる人が多いんです。これ、まあ、一意見なんですけど美容師やって、まあ、月に100人とかもっとやってるんで、そのビアンの方たちも、うん、大体みんなカミングアウトどうしようとか、うん、友達親にカミングアウト悩むんですけど、なんかゲイの方に聞くとなんか親が悲しむぐらいだったらカミングアウトするつもり全然ないよって人が多くって、あ、確かにそうか、無理やり自分を押し付けないみたいなのをよく聞くんですよ、うん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 、なんかそれがなんかすっごいビアンの方とゲイの方のなんかすっごい違いとして感じる、うん、それ違いかもしれない。でも私は結構そっちの考え方が好きで、うんうんうん、無理やりすることでもないし、まあ正解ではないってちゃんとじゃあ俺思ったりとかするから、うんうんうん、だからなんかこう、あ、そっちの考えもすごくいいなっていう、うん、そこがすごい感じます。ちなみにお二方とももうカミングアウトは、もう、全員してます。全員、そこも確かにしてるんであれなんですけど、そんなに怖いと思わない？例えばその人と違うっていうことを思われたらどうしよう、なんかちょっとカミングアウトちょっとどうしようかなとかは思わず、思わなかったんですよね、いけるっしょみたいな、うん、もうさらっと、さらっと。レズビアンの子ってこういう職業多いんですよ。あ、美容関係とか、うん、お堅い会社員とか多いじゃないですか。多いですね。だから言いづらいのかなとか思う。ああ、それもあるかもしれない。結構その周りのゲイ友ちゃんたちもすごい偉い人多いんですよ、うん、
偉い人だ。確かにね。だからその職場環境的に言えないのかなみたいな。うちは結構自由な職場にレズビアンすごい多いから、じゃあ周りの子たちも結構カミングアウトしてる子がすごい多い、うん、ああそうなんだ。親とかにも友達もみんな、うん、兄弟とかにもラッパーのあるねいつ息吸ってでもさ、なんかビアンバーで店員さんがガンガン来ることが絶対ないんで、あむしろなんか言ってる人のイメージで言ったら、この店員さんと喋りたいってこっち側がグイグイその人に絡むことはあるけど、うん、向こう側がこう絡んでくることはほぼなくて。店員さんからの色とかないんですか？色濃いの、うん、ラブラブなんかダメなんじゃない？ダメなんだ。だからダメそうじゃない？それこそなんかちょっとした色濃い営業って言われるものとか、これで周りからの目とかももあるありそうだよね。あ、ないんだ。じゃあ現場は少なからずね、やるとこなら色濃い営業みたいなのあるじゃないですか。ありますね。最近ビアンもあるらしいです、アプリが。もともと何であるんですか？でも最近出てきたのはアプリだったとしても、よく聞くのはツイッター。だー、文字でツイッター、ツイッター。出会いの場はツイッターでっていうのが主流なんだ。逆なんだね。だってゲイの人たちはもともとアプリで、今ツイッターがこう上がってきてるんですよ。逆です、逆です、ね、アプリがあまりにも進化しなすぎて、もうみんなツイッターしかないねっていう。もともとそんなになかったんだね、うん、多分だからツイッターだったんだろうね、うん、そういう SNS 系だったんだろうね。みんなね、うん、みんなツイッターね、みんなあとハッシュタグで、ハッシュタグセクマイさんとつながりたい、はい、それがつながっていくんです。レズビアの方々ってセクマイって言葉を結構使うようになりました。確かに、ゲイとかってあんま使わないよね。使わなそう。セクマイってかほぼ使わないから、ね、セクマイ使わないな、使わない。ジャンルだけど、ジャンルだったらセクマイってまあこれかなって感じなんですけど、セクマイってあんまりなんか使わないんだよね。人によるだろうけどね、人によるんですけど、めっちゃみんな使いますね。なんかそのレズビアンというよりもそのセクマイみたいな、うんうん、なんかどっちみたいな、もしかしてセクマみたいな、なんかレズビアンがちょっと少ないイメージ。どこに少ないって、いやなんか、うんうんうん、興味津々なんでしょ。意外と女の人ってバイセクシャルの人もすっごく多いし、水商売すごい多い、しかもバイセクシャルがまず多いし、私は別にレズビアンいいんですけど、まあボーイッシュな方でレズビアンって呼ばれるのが嫌な人もすっごく多いんですよ。女っていうレンテルがパンって出てきちゃう。ちょっと待ってちょっと待ってでもそれはすごく多いです、はい、ちょっと待ってちょっと待って、ボーイッシュな方がレズビアンって呼ばれるのはあまり好ましくはないんだっていう人もいる。でも女性として女性が好きなわけでしょ。もしだって男性になり、それが中性として女性が好きなんですよ。すごいんです、ここのグラデーションが。例えば、心が男性だとしたら FTM とかで、うん、トランスジェンダーとかなるけど、うん、なるじゃない、まあ、見た目もそういう風になってると思うし、うん、でも、ゲイはさ、あの男として男が好きだから、うん、女性的な身振り手振りしたとしても、うん、私たちはゲイだし、うん、まあ、その中で身振り手振りがこういうなんかおかまっぽいっていうのを、うん、まあ、おゲイって言うんだけど、うん、でもレズビアンの方々は女性として女性が好きなわけでしょ、うんうん、でもなんか、うん、女性ってポジがいて、女性でも男性でもなく、だからなんか、ね、100% 私は女性なんですよ、うん、ただ100% のうち 2% とか、うん、ちょっと分かんない自分の性っていう子が、レズビアンっていう一括りにされるのが嫌な子なんですよ。自分のことを中性っていう位置づけにしてる方が、うん、レズビアンって言葉を嫌な人もいるんですよ。でその人たちが大体セクシャルマイノリティのセクマイって言葉を使うから、うん、あーボーイッシュな方たちが大体使うのがセクマイっていう言葉だから、多分レズビアンの方たちはそこがね、なんか先行するっていう、うん、なんか一応当たり障りない言葉なんだ。一番まとめすぎから、魔法の言葉というか、うん、魔法の言葉ですね。これまたね、これ難しいと思ったもんだけども、うん、ゲイ同士がホボって呼び合ったりとか、うん、おかまって呼び合うのは全然 OK なんですよ。嫌がる人もたまにいますけど、いますけど、うん、嫌だとか。だから結構お姉同士は結構このおねとかこのおかまとか、うん、あとこの女って呼び合ったりとかするけど、うん、他のそうでない人たち、うん、言われるとなんかちょっとどこかで違うなっていう、うん、それのちょっとちなんか似てるようで似てないようでっていうところはあったりとかするんだけど、確かにありますね、ありますね。身内線なんかこの
クソレズみたいなのはいいんですけど、うん、クソレズって言うんだ面白い。だからこんなだけどクソホモみたいな感じで言われるね。え、今日イケレズじゃんみたいな。イケレズ、あ、イケレズ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 、今日美人よくないみたいな。あ、そうそうそう、あー面白い。でもこれはでも分かんないです、うちらが言ってるだけで、うん、他のビアの方が言ってるか分かんないけど、うちはすぐレズって言葉をここは結構使っちゃうから、あ、ババアとか、うん、ババア、そう、ババアババア、ババアとか言っちゃうけど、嫌な人もいるし、まあ、嫌な方がいてね、嫌な人にさ、なんか嫌だって言われたらやめればいいだけでさ、うん、自分らがさ、別にいいんだったらね、うん、自分らの中では別に付き合ったってね、うん、OK、どうしよう。いや、これでもね、今日はいろんな話がすごい聞けたなって嬉しい、ます、ね、めちゃめちゃ意識というか、意識というかイメージとかも変わった、うん、あのね、普段聞けない内容とか、うん、イキリボイ、そう、聞きたかったこととかね、なんかどういう風になんか思ってるんだろうとか、うん、ね、お互いがお互いにどう交われるんだろうすごい楽しみにしてたから、うん、まあそう言っちゃえば私たちも同じ人間なのでね、うん、あれなんですけども、たまに僕もあれ結構こういう風にね、住み分けと言いますか、まあする方もいらっしゃったりするからね、うん、もっとなんかレズビアの人たちともっと仲良くなりたいなってそう思いました。そう思います。ぜひ飲みにね、飲みに行きましょう、ぜひ行きましょう、普通に行きましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもう子供はまた必ず近いうちにソーシャルディスタンスで飲みに行きましょう行きましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で概要欄の方にお二方のチャンネルが、貼ってあります。そしてインスタグラムも貼ってありますので、皆さんぜひぜひ見てみてください。チェックして、ちなみに YouTube は何をどういうのを言ってらっしゃるんですか。2人でやってる YouTube は、一応2人の美容師なんで美容系と、もう一つはもう本当にあのレズビアン5人組っていうチャンネルがあった。ただただ結構、うん、ラップとか歌ってます。へえ楽しそう。じゃあいいかねって人同じです。その方々にも今度ね会って。ああ、ぜひぜひぜひ。え、キリボーイいません？大丈夫ですか？大丈夫ですキリボーイはもういないんで。ほんとよかったキリボーイいた場合はその撮影は私は行きましたでも俺もまた皆さんでね、はい、行きたいなと思います。お願いします。はい、どうぞチャンネル登録、高評価、YouTube のコメント、そしてツイッターのフォローとインスタもよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、セカンドストリートは達也とゆきとえりかいたんでーす。ありがとうございました久々にそのエンディングさ、言い始めたから私一瞬戸惑ったわかんない。